私は悩んでいるといつもここにいる夢を見る。私はなんで勉強してんだろう。どうしてみんな大学に行くんだろう。こんな悩むんだったら進学やめようかな。けど何にも知らないのに世の中に出るのは怖いし、そのために何勉強するんだろう。その前に私は何になりたいんだ。田中あんた何寝てんのよ。ごめん寝てた。いや寝てたじゃないわよ、よだれ、本当にやる気あんの。一緒に進路のこと話すんじゃなかったの。ね、ちょっとうとうとしただけじゃん。私だっていろいろ進路のこと悩んでんだから。何逆ギレしてんの。意味わかんない。私帰るから。え、ちょ待って。司法書士。うわ、何これ。スティック。大阪経済法科大学。この人刑法大生か。あ、あの時ちょっと待てよ。おかけになった電話は電波の届かない場所に送られた。電話が届かない。もしもし、私大変なことになった。どうしよう。どうした。何何。ね、リュックなくした。いつ。あんた追って急いで店出てた時だよ。うっそ。知らない人のリュック間違えて持ってきちゃった。笑い事じゃないよ。勉強道具一式と携帯入ってんだよ。で、中は見たの。持ち主警報男性みたい。で、どうすんの。多分このリュックの持ち主は私のリュック持ってると思うんだよね。じゃあ大学に取りに行ったら。そう考えてんだけどさ、一緒についてきてよ。やだよ。なんでよ、ついてきてよ、いいじゃん。で、ついでにさ、大学見学してきなよ。何言ってんのよ。せずに進路のことしっかり考えてきたら。カツくん、あんたのせいでこうなったんだからね。いやが大学か、行ってみようかな。行ってみよう。ここって刑法大行きのバス停ですよね。そうです。あなた1年生。1年生です。あ、そうですか。お電話は中国からの留学生李と言います。よろしく。よろしく。何学部。学部何。学部は何学部がいいんでしょうね。あなた変な子。
フェンヌコウ。大学か。あよ。あ、なんだろう。あ、リュック探さなきゃ。His invisible hand idea. This led to the founding of modern economics and established the res. 私たちの生活に与える影響について。すみません。もっと早く来なさい。我々に与える影響について、検討したいと。遅れてきた佐藤君、早速ですが、はい、君から話を聞きたい。どうしたんですか。いや、何でもないです。え、君はまだ高校に通ってるんかい。あ、この授業受けるの？もう始めるよ。早く帰りなさい。こんにちは。はい、皆さんこんにちは。それでは。やばいよ。来るというふうに規定されていますので、皆さん当然お父さんお母さん、もちろん未成年の方はですね、お父さんお母さんの親権に服する、こういうことになります。で、親権というふうに言っていただければ、探さなきゃ。内容がですね、分かりにくいと思うんですけれども、これは大きく分けて2つの側面に分けられます。一つは皆さんがですね、すいません、そこの人何やってるんですか。すいません、コンタクト落としちゃいまして。早く探してください、はい、先ほどのですね、心臓官能券ともう一つ、え、どこ行った。出て行っちゃいました。どこで落としたんだ。大学ってあんな授業やってんだ。結構探してんのに見つかんないな。まあ、前でも帰ったらすぐ見つかんだけどな。スティック。スティック持ってるってことはドラマ、音楽系のサークル。こんなに傷がつくってことは吹奏楽やフォークじゃない、軽音。すいません、軽音部ってどこですか。あそこなんだ。あ、はい、ありがとうございます。
ちだ？こっち。すいません。あ、変な子。すいません。どうぞどうぞ。こちらこちら。どうぞね。わかったっす。いや、わかったっす。はい。入部じゃないの？違います。あのドラムやってる方でこのリュック持ってる方いらっしゃいますか？あ、それ佐藤のリュック。あ、本当だ、佐藤だ。佐藤司法書士になりたいって。あ、そう、佐藤さん司法書士なんすか？マジで、お前なれんのかよ。結構勉強してるみたいだよ。佐藤さんが勉強してるの俺見たことないっすよ。あ、そういや最近あいつ付き合い悪いと思ったんだよな。俺彼女とも別れたみたい。マジで？もう佐藤さんどこにいるんですか？ここに。佐藤さん、はあ、あのリュック。あ、ああ、よかった。あ、すいませんでした本当。いや、こちらこそ。ごめん、その。いいえ、あの悪いのは私の方なんで。いや、悪いのは俺の方で、本当ごめん。よかった、よかったです、会えて。うん、それじゃあさよなら。さよなら。私はまたここにいる夢を見た。まだ何になりたいのか、どうなっていくのか分かんないけど、大学で勉強したいと思った。変な子。